ツイッターの運営会社のイーロン・マスク会長は1日、ツイッターで閲覧できる投稿の数を一時的に制限していると明らかにしました。マスク氏は、日本時間の午前2時ごろ、1日に閲覧できる投稿数を認証済みのアカウントは6000件、認証済みのアカウントは6000件、認証されていないアカウントは600件、 新規の認証されていないアカウントは300件に制限するとツイッターに投稿しました。その後、情報を2度更新し、各アカウントの閲覧上限について、現在は1万件、1000件、500件にそれぞれ引き上げたとしています。マスク氏は制限を設けた理由を極端なレベルのデータ取得とシステム操作に対処するためと説明しています。